はい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 。今日はですね、少し僕が今年1年間ジャイアンツを見てきて、この選手面白いな、来年以降大きく出場機会を伸ばすんじゃないかなっていうふうに思う、まあ主に若手の選手というところを今日はピックアップさせていただこうかなというふうに思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあちょっとね、若手の選手、まああんまりね、活躍してる選手を言うのもあれなんで、できるだけあんまり今、活躍、まあし始めたかな、まあまだしてないかな、みたいな選手をですね、ピックアップして、来季以降ね、まあちょっと僕の予言という形かになってしまうかもしれないですけど、ちょっとこの選手活躍する可能性高いんちゃうのみたいな、来年一軍の戦力になりうるんちゃうのみたいなところを、ちょっとね、発表していきたいと思ってます。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手だった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に、ね、発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。今年中にですね、チャンネル登録者数5万人も目指しておりまして、500人違うよ。5万人を、ね、目指しておりまして、行った暁にはですね、このチャンネルにジャイアンツの選手を読んでですね、対談なんかもしたいなというふうに思ってますんで、ぜひまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとね、今日話していこうと思うんですけど、僕がちょっとピックアップしたんですね。はい。いろいろ見てきまして、ピックアップしました。9名かな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。9名の選手。まあ、育成の選手が4人ほどいるんですが、まあ、9名の選手をですね、まあ、ちょっとピックアップしてきて、まあ、成績であったりとか、まあ、僕の印象なんかも含めて、まあ、ちょっとね、一人ずつお話していきたいなというふうに思ってます。はい。じゃあね、まず支配下の野手、支配下の投手、で、育成の野手、育成の投手という形でね、その順番で、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まずじゃあ、支配下の野手の選手で僕が面白いな、来季以降面白いなというふうに思ってる選手、2人います。はい、まず、まあこれ言ったらまたね、お前また友達やからっていうふうに言うかもしれないけど、まず岸田選手ね、1人目岸田選手。はい。まあ今年88試合出てんね、すごいね。2割4分2厘、4ホームラン、26打点、OPS618 というふうになってます。まあ今年ね、このキャリアハイで、まあ僕、まあ今年もね、来年か、2025年の1月かな、もうまあ自主トレを手伝うんで、まああれなんですけど、まあ非常に彼躍動してくれました。今年ね、まあ優勝もしましたし、こんだけキャッチャーで88試合出たっていうところは非常に彼の中でも非常に自信になったんじゃないかなというふうに思います。まあまだ若いというかね、まあ若いというか、まあ僕の一つ下なんで28歳になるのかな、うん、今年ね。っていうところで、まあ、めちゃくちゃ若いかって言われたらそうでもないんだけども、やっぱりキャッチャーのね、寿命というところを考えると、まだまだ若いかなというふうに思うので、ここからね、非常にたくさん試合出てってくれると思いますから、今年がね、ホップという年ですよね。で、次、ステップ、ジャンプという形でね、どんどん伸ばしていってほしいなというふうに思いますし、まあ、こんだけ試合出てね、いろいろ課題も見えたでしょうから、そこをね、まあ僕もね、彼に伝えながらですね、まあ25年の1月の自主トレですね、ちょっと2人で、まあ多分2人でやると思うんですけど、ちょっとまたね、課題潰しながら、いろいろね、ああだこうだ、僕の意見も言いながらね、ちょっとね、一緒に自主トレやりたいなというふうに思ってます。はい、で次2人目いきます。はい、中山選手ね。めちゃくちゃいい選手やね、このね。まあ、成績見ていきますわ、まず。1軍で32試合、打率3割1分8厘、0ホームラン、2打点、OPS761 となってます。はい、まあ、成績もまあそうなんですけど、僕、彼の姿勢が好きなんですね。まあ、いろんな姿勢ってあるんですけど、まあ、彼の野球に対する姿勢というかね、アグレッシブな感じの姿勢もそうですし、まあ、2軍に落ちて、まあ、守備がダメだよって言われて、2軍に落ちて、まあしっかり頑張って、で、もう一回上がってきて、で、バッティングでね、自分の得意なバッティングで、しっかりアピールするというところも含めて、初球から振っていくスタイルとか、もう全部含めて、この選手は気持ちが強いなというか、うん、これ根性あるなっていうのがめちゃくちゃ伝わってくるし、で、バッティングも非凡なもの持ってますから、
あとまあどれだけ守れるか、まあ、坂本さんがね、まあ結構年いったりとか、まあ、直樹さんもまあ来年めっちゃフルでいけるかってわからないし、でショートもね、今正直決まりきってないっていうのもあるから、まあ実際ねチャンスは全然ゴロゴロ転がってると思うんで、中山選手、うん、この時打ってくれたらね、うん、っていうところで来季以降ね、非常に出場機会を伸ばしていくんじゃないかなっていうふうに思うね選手ですね。はい、次支配下のピッチャーいきます。はい、まず横川投手ね、はい、12試合防御率 0.94 すごい、3勝1敗ウィップが 1.15 となってます。まあ、彼もね本当気持ち強いね、前も言ったかもしれないけど、でまあこんだけね、ロングのリリーフもして、で先発もしてっていうところで、まあこんだけね、いろんな場面で投げられるピッチャーってそうそういないと思うんですね。だから左もそうだし、まあ非常に貴重だと思います、この彼の存在というのはね。うん、でまあ、ピッチング見てても、まあ、球も、ね、速くなってきましたし、でコントロールはもともといいですから、で変化球もストライク取れるしというところで、まあ、牽制も含めて器用ですしねというところで、まあ、試合を作るゲーム能力というのは非常に高いのかなというふうに思うので、来季以降ね、彼は多分おそらく先発をしたいというふうに、ね、思うんですけど、まあ、どういう役割になっていくかわからないですけども、非常に、ね、チームにとって欠かせない存在に、なっていくんじゃないかなというふうに、ね、今年見ててそう思いました。はい、で次2人目ですけども、赤星投手ね、はい、なんで赤星投手選ぶねんっていう風にね思ったかもしれないけども、これしっかり理由言ってきます。はい、21試合、3.12、1勝7敗、ウィップが 1.01 となってます。はい、まあ、1勝7敗なんですね、はっきり言ってね、7敗しててやっぱきついなっていうところはありましたと。でただ最後のね、最後で一番勝ったじゃないですか、いいピッチングして勝ったじゃないですか。やっぱりあのピッチングっていうのをまあ、ずっと続けていくのは難しいかもしれないけども、でもあのピッチング見せられるとやっぱ期待せざるを得ないというかね、うん、球の速さもそうですし、コントロールもそうだし、変化球もね、非常にまあ多彩というのがあるんで、まあ、めちゃくちゃ決め球があるかって、これっていう決め球あるかって言われたら、あ、まだ未だちょっとね答えるのに、苦しむんですけども、でも、まあ、若さも含めてね、コントロールもあるというところで、非常にこう僕はいいピッチャーになりうる可能性が高いんちゃうかなっていうふうに思ってるんで、これね、期待していきたいなというふうに思ってます。で、次、3人目ですけども、堀田投手ね、堀田投手、17試合で、防御率が 2.45、 3勝3敗でウィップが 1.09 となってます。で堀田投手を見てて一番思ったのが、まず、初めの開幕当初、まあ、投げてたじゃないですか、その時と帰ってきてから2軍に行って1回帰ってきてからもう1回1軍に投げたと思うんですけど、その時の投球の内容というのがあまりにも違う、いい意味で全然違かったんで、そういった意味でめちゃくちゃこう2軍でやってきたんだろうなって、いろいろ課題を潰してやってきたんだろうなというふうに思うし、球もね1回こうやっぱこう初めてのこう先発とかでこう体力が落ちて球がね、球速が出なくなって打ち込まれたっていうのもあったんで、そこをね しっかり2軍でもう1回ストレートを磨いて、でもう1回上がってきた時に150キロバーンって出してたんで、それをね、まあ、彼の場合は体力っていうところがちょっと課題になってくるかもしれないですけども、そういったところで、このパフォーマンスを1年間維持できるようなトレーニングであったりとか、メニュー、練習メニューであったりとかっていうところを組んでいく必要があるかなというふうに思うし、まあ、彼自身ね絶対頭がいいし、分かってると思うので、そういったところで来季以降は、ね、本当に楽しみやなって、この横川、赤星、堀田ってみんな若いピッチャーですけども、非常にね、今年見たらまだまだちょっと目がちょっと出たかなっていう形ですけども、この中からね本当にね、めちゃくちゃいいピッチャーが生まれていくんじゃないかなっていうふうに僕ね思っております。はい、でここから育成の選手、育成の野手というところを見ていきたいと思うんですけど、まずね、まあ、もう皆さん期待してると思うんですけども、ティマ選手ね、はい、今年、2軍で115試合、2割5分1厘、15ホームラン、53打点、OPS717 となっています。やっぱり期待せざるを得ないよね、非常に、いい、ものを持ってますし、まあ、守備に関してもですね、非常にこう上手くなってきたなという印象がありますと。でやっぱり彼の魅力はやっぱバッティングなんでね、岡本選手が、まあ、メジャーに行く行かないとか、まあ、菅野さんが行くから行かないでしょうとか、いろんな意見ありますけども、まあ、ゆくゆくは絶対行くと思うので、そこでティマ選手がね、彼の岡本選手の穴を埋めてくれればね、それは一番ベストだと思うし、僕はもうあと1年ね、2軍、1軍ぐらいで、1.5 軍ぐらいでやり取りして、で、その次の年から1軍でっていう形でね、
やるぐらいが一番いいんじゃないかなというふうに思ってますけども、それはね、流動的だと思いますし、わからないですけども、今年、もうちょいね、僕はね、数字が低いかなと正直思ってたんですよ。全然できないかなって、二軍で通用しないかなと思ってたんですけども、まあ、ここまで適用してくれたっていうところは、非常にね、ファンとしてはですね、非常に期待感をね、持たざる、もう、持ちたいですよね。持ちたいというか、持ってしまいますよね。こんだけの成績だとね。はい。で、次、笹原選手ね。僕ね、この選手めっちゃ好きなんですね。はい。めっちゃ前から言ってたと思うんですけど、今年48試合、2割8分8厘、11打点、OPS681 となってます。前言ったかもしれないけども、この選手のね、僕ね、プレーのスタイルというか、打ち方が特に好きなんですね。めちゃくちゃ好きな打ち方なんですね。これ前言ったかもしれないですけども、非常に、走攻守揃ってると。まあなんか前記事なんか見たら、イタルさん、橋本イタルさんが、長野さんみたいな選手だよっていう風に言ってたんですけど、本当にそうやなって思うし、打ち方もちょっと似てるかなと思うんで、非常にいいなと思います。はい。で、まあ、打撃のところで言っても、非常に間を取るのが上手かったりとか、拾ったりとかね、よく、安倍監督が T でね、こう、なんていうんだよ、足をこう開いて、こう、低めのボールを打たしたりとかしますけども、あの練習とかって、やはりこう、全部が全部いい形で打てないので、変化球来た時に、まあ、坂本さんとかよくやるじゃないですか、こう、ポーンってこう、泳いで打ったりするんですけども、ああいう形でも打てるようにっていうところも含めて、あれ T やってるんですけど、この笹原選手はですね、そういう打ち方がうまいというか、崩されてもバットを後ろに残してるから、最後ポーンとヘッドを返してね、打つのがすごくうまいんで、そういった意味で、まあ打撃非常に非凡なもん持ってるなというふうに思うし、守備に関しても肩もね、そこそこまあ強いなっていうふうなところはあるので、非常にね、面白い選手なんじゃないかなと思ってます。はい。で、次ですけども、三塚選手ですね。この選手はですね、主に三軍の、三軍主戦場としてましたけど、まぁ、ちょっと怪我があったんですね。大きい怪我があって、ちょっと二軍では出てなかったんですけども、まぁ、三軍レベルで言うと、この選手のバッティングの特にパワーというところに関して言うと、ちょっと桁違いというかね、ちょっともう抜けてるなっていうところはあるので、まぁ、来季はね、多分ね、まぁ、二軍で出て、経験を積んでいくとは思うんですけども、そこでね、どれぐらい対応できるか、うん、っていうところも含めて、この選手はね、本当にね、面白いなっていうふうに思うし、化けたらね、非常に左の大砲というところに、巨人の大砲というところになりうるんじゃないかなっていう可能性も秘めてるんでね、今後もね、注目していきたいと思います。で、最後ね、ピッチャーなんですけど、育成のピッチャーなんですけど、園田投手ね。この投手も三軍戦を主戦にしてるピッチャーなんで、まぁ、成績とかがちょっとあんま出しにくいんで、ちょっとわからなかったんですけど、すごいね、このピッチャー。よく取ってきたなと思うんです。身長も、高いし、手足も長いし、で、投球なんかをぜひ見てほしいんですけど、本当にね、なんて言うんだろう。まっすぐ、カーブ、スライダー、フォーク、とかね、その辺ぐらいだと思うんですけど、ちょっとね、これ1年目の選手なんですけど、ちょっとこれ末恐ろしいね、はっきり言って、この素材感だけで言うと、ちょっとね、本当レベル違うなっていうぐらい、本当に、山崎伊織とか、伊織投手とか、戸郷投手はちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ、いますけども、本当にそれぐらいの存在になり得る可能性があるんちゃうかなというふうに、くらい僕思ってる選手でございますと。はい。まあ、ぜひ見てほしいです。一回ゲルシーチャンネル見て、本当に素晴らしい。うん。まあ、コントロールとかね、まだ荒削りなところ、多少ありますけども、このスケール感というか、なんかこう、本当にエースとしてというかね、そのマウンドさばきも含めて、ちょっとこの選手はちょっとね、別格やなっていうところ。まだね、今三軍で主戦場でやってますけども、多分ね、球団の方はね、すごくこう、大切に育てていきたいなっていうところはあると思うぐらい、素晴らしい投手になりうる可能性があると思うので、非常にね、楽しみですし、この選手はね、ちょっと皆さん覚えておいた方がいいかなというふうに思って紹介させていただきました。はい、てな感じでですね、今日はですね、まあ、来年以降面白いちゃうのと思う、まあ、9人のね、選手を見ていきました。まあね、育成の選手4人取り上げましたけども、まあね、育成から試合が上がったりするのすごく、まあ、難しかったりするんで、まあ、彼らがどこまでやれるかはわからないですけども、
でもまあ素材感とか動き方とか、まあそんなところを見てると非常に期待せざるを得ないなっていうふうな思う選手をね、選ばせていただきました。まあ試合下の選手に関してもですね、非常に、まあ今年ね、目がちょっと出つつあるというかね、まあ岸田選手にしても、まあピッチャーの横川投手にしても、こう、ちょっとこう目が出つつあるというところ、うん、ホップ、ステップ、次ね、ステップの年になるかなというふうに思うので、ぜひね、来年以降頑張ってもらいたいなというふうに思いますし、僕ね、自主トレね、しっかり支えたいと、支えたいというか、しっかりサポートしたいなというふうに思ってます。はい、そんな感じでね、今日は終わっとこうと思うんですけど、まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。はい、てな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これはどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。